足元には宝物がいっぱい。こんにちは、いわき雲百景の鈴木です。皆様チャンネル登録と高評価お願いいたします。今日はイラストナンバー19番、ポレポレいわきです。はい、では画面を共有していきましょう。はい、これですね、手前のビルは世界観ビル、日本で一番小さいシネコを標榜するポレポレいわきです。その名前の由来はスワヒリ語でのんびりゆったりを意味するそうです。ということでですね、場所はまたいわき駅のすぐ歩いてすぐ近くのところですね。はい、こんな感じで中は本当に結構狭いんですよね、ということです。で、最近、名前が変わったんですよね、これね。こっち平の方がこれ町ポレいわきで、イオンモール小名浜なんですけれども、そっちがポレポレシネマズということになってます。で、あれですね、やっぱりこう小さい映画館、同じ経営者なんですけどね、差別化を図るということで今やってるのが、82年生まれ期トータルリコール、テンガラモンで、今度やるのがハッピーバースデー、キングオブシーブス、日本独立、モヨデブゴンなどのですね、渋い作品が上映されているので、ぜひ来てみてください。それでですね、これです。実は震災直前と直後だに、ここのスペースですね、で、あるんです。ここにスペースがあるんです。そこで、展示会をしたことがあります。これですね、第2回イラスト展、この前の四倉道の駅展からすぐですね、はい、2月12日、13日、本当に10年前ですね、はい、やりました。あと8月ですかね。ラトル、今日はありがとう。ちょこっとその頃あんまり映像残してなかったんですね。こんな感じで、いいですよね。こうイラストを見ながら話をしてくれるっていうのはとても嬉しく思っております。ということでですね。はいはい。ちょっとこの辺りから、この大工町公園、もう少し小さくしてみようか。おお、こうなるのか。この辺りからですね、ここか、ポレ町いわきを通って、この大工町公園のところまで、この前散歩してきましたので、ちょっと見てみてください。はい、相変わらずいわきからということですね。いわき駅から。ここから高速道路乗れるんですね。東京行くときいいですよ、高速バス。便利で。最近できたコーヒーショップですね。このミニストップでよくお弁当とか買ってスーパーひたちに乗った記憶があります。はい、これがポレポレいわき世界観ビルさんですね。お、駐車場通ってますね。大丈夫なんでしょうか。はい、今なんかシャッター閉まってるんですよね。なんかこう
工事するのか。わびすけさん、居酒屋さんですね。ここも長いですね。ここが入り口です。これ、ポレマチさん。あとで直しとこう。ここですね。ポレマチいわき編。はい。飲食店、この辺りやっぱ多いですね。けしさん、やっぱりいわきは浜ですからね、魚料理美味しいです。食べに来てください。中華料理、夜中の締めいいですよ。ここでラーメンとかチャーハンとか。ここのミキは超有名店です。多分いわき一の高級中華料理ですね。このもつ焼きの銀屋っていうのあるんですけども、以前はクレムツっていうお店で、多分味は変わってないと思うんですけれどね、よく学生時代、友達がバイトして、あ、これだ、これだ、クレモツのもつ焼きって出てましたね。友達がバイトしてたのでよく行きましたね。源太寿司は結構あるんですよ、いわきには。クイーンさんですね、ショットバー。ライブもやってるのかな、最近は。いいマスターです。本当に人柄のいいマスターのところですね。ここの赤鬼さんなんですけど、父が昔通ってまして、で、それで犬をもらってきた記憶があるんですよね。うん、懐かしいなっていう思ってます。しゅんさんですね、ここも焼き鳥では有名ですよね。前は地下にありましたけど、あとどのぐらいだ、ちょっとだ、はい、ここが大工町公園ですね。いいと思います。はい、ということで、はい、まあ、このイラストにまつわる思い出や、こんなイラストを作ってほしいなど、コメント欄にお願いします。今日はどうもありがとうございました。ではまた。